皆さんこんにちは、小紫まゆみです。先日ある企業の新商品の発表会、説明会でプレゼンテーションを聞く機会があったんですが、とても残念に感じることがありました。まあ、商品説明、商品自体の魅力をとても上手にそのプレゼンでは担当の方が伝えていたんですけれども、いい話であるにもかかわらず、聞き手の私は集中できなかったんですね。もうとにかくその場に、居づらいと感じるある出来事がありました。その理由というのはですね、実は、座っている、椅子、その椅子が非常に硬くてですね、硬い椅子で、お尻がもうどんどん痛くなってくるんですね。この服がもうお尻に食い込むようになってきましてですね、集中して話が聞けないんですね。非常にそういう生理的な、苦痛っていうのはですね、内面っていうか心理的にもね、マイナスの影響を及ぼしますよね。もういい話には分かってるんだけれども、もう落ち着かないみたいな状況ですよ。で、これはですね、スピーチやプレゼンテーション、あるいは、お仕事の商談の際にも本当に私たちが気をつけなければいけないことです。とかくですね、商談やプレゼン、スピーチというと何をどう伝えるかっていう、その中身、話の中身が大事なのはもちろんなんですけれども、それ以外の部分で気を抜かないで、手を抜かないでほしいんですね。例えば商談やスピーチをする 場の環境ですよ。例えばうるさすぎないかとか、今回のように、聞き手の方に座っていただく椅子が硬すぎないかとか、落ち着いて聞ける状況なのか、で気温は暑すぎないか寒すぎないか、周囲の環境がうるさすぎないか、例えば会場がごちゃごちゃしていて、参加者の気が、そぞろになってしまわないか、気持ちが散漫になってしまわないかとか、そういったものもちゃんとマネジメントする必要があるわけです。本当に些細なことなんですけれども、せっかくいい話なのに相手が、他にね、気を取られることがあると、それだけやっぱり聞き逃す、ちょっとしたキーワードももう一瞬にして聞き逃してしまうと、その後、話がなかなかつながらないということにもなりかねませんので、ぜひですね、これから発表する方、講演や、トーク本番でね、スピーチをする方というのは、ぜひこの、スピーチの中身、何を伝えるか以外の、参加者が落ち着いて聞ける環境というのを整えていただきたいと思います。今日は以上です。それではまたお伝えします。